どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、ポイントサイトチョビリッジのモニター案件の利用の仕方と注意点を徹底解説していきたいと思います。こちらはですね、モニター案件自体は後からチェック項目に気づいたらですね、もう完全に試合終了ですので、嘘ついたようなもんなら本当にアカウントバンされかねませんので、もし後からですねチェック項目に気づいたらですね、正直にその案件は諦めましょう。それでは行ってみたいと思います。この動画を見るとポイントサイトチョビリッジモニターの案件のやり方がわかります。1、チョビリッジモニターとは。2、モニター案件を利用する前の注意点。3、実際に入店してから確実にやること。4、退店後のアンケートについて。私はですね、リクマイラー3年目ですね、一応。実質1年目はですね、活動しておりませんでしたので、実質2年目なんですけども、今現在14万6000マイル保有しております。で、先日7000マイル付与されてましたので、15万マイルぐらいね、保有しておりまして、東京ニューヨークファーストクラス往復行けちゃうぐらい今持っておりますね。昨年動画にもしておりますが、 SFC 修行を行った関係で ANA マイルを全て使い果たしておりますので、今現在はねこのくらいになっております。で、私はですね、もともとアメリカニューヨークが大好きで、ニューヨークにねどうやったら無料で行けるかっていうことを考えた末、 ANA マイルを貯めた結果 YouTube ブロガーになったという次第でございます。で、チョビリッジモニターとは、ポイントサイトチョビリッジにある、モニター案件ですね。まあ、モニター案件自体は、ハピタス、EC ナビなどにもあるんですけども、私のおすすめはね、完全にチョビリッジですね。以前の動画でもおすすめのポイントサイトでもお伝えした通り、チョビリッジモニターは、チョビリッジの会員ランクによって、プラス 15% もらったポイントに対して 15% もらえるということですので、一番おすすめとなっております。で、チョビリッジモニターとは、1、飲食店などに、覆面調査員になり実際に利用してお金を支払います。そのお店を利用後アンケートに答えます。3、その次、レシートを社メールで提出します。4、後日利用金額に対してポイントバックで、ポイントがもらえます。で、まずですね、チョビリッジモニターを案件を利用する前の注意点ですね、ちょっと多いんですけども、私の中ではですね、このポイント活動、ポイント、サイトの運用の中で、モニター案件が一番効率がいいと思ってますので、ちょっと大変ですけども、チェック項目ね、利用する前にぜひ注意点がありますので、見ていきたいと思います。1、お店が当日やっているかチェックする。はっと思うかもしれないんですけど、案件には確実に書いておりますので、まあ、予約するなどしてね、利用しましょう。2、3、一緒に行きます。飲み放題とコース料理は利用か。まあ、これはですね、お店、その案件によって飲み放題が OK だったり、コース料理の注文が OK っていうのは、本当にお店によるので、よくチェックしてください。最近はコース料理飲み放題 NG の案件が多くなっておりますかね。次です。4番、ね、利用人数の制限と、曜日と時間の指定。利用人数も、ほとんど2人からで、たまに3人というのもありますので気をつけてください。あとですね、平日しかモニターを案件やってないっていうお店もあります。週末だったり祝前日とかは対象外にしているところもありますので、よくねチェック、確認してください。それ普通に対象外のところでやったらもちろんポイントもらえませんからね。で、写真撮影が必要か、指定商品があるのか、これもちょこちょこあります。この商品を頼んでこの商品を上から写真撮ってくださいみたいなっていうのもあります。もしくは、写真は撮らなくてもいいですけどこの商品は頼んでくださいみたいなのもあります。で、最後に支払い方法の指定。これ結構多いんですよね。今支払い方法もすごい多くなって、多くなってるというのは利用するね、いろんなペイサービスも増えてきておりますので、どんどん居酒屋等々もね対応しておりますけども、現金のみのお店が結構多いです。で、誤ってねクレジットカードなどを利用するものなら
それもですね、ポイントもらえないんですね。本当に気をつけましょう。現金のところ結構多いんでね。で、次です。で、入店後の、最低限のチェック項目。まあ、こちらはですね、まあ、全体を通して言うとこんなもんなんですけども、案件によっていろいろありますので、事前に、モニター案件の確認項目というのを、ね、確実にチェックするようにしてください。こちらも本当に最低限です。絶対ここら辺はあります。お手洗いのチェック、店員さんの名前のチェック。まあ、店員さんの名前だけではなく、風貌などもね、覚えておきましょう。まあ、その場でメモを取ることをお勧めします。携帯のメモとかにね、書いておくことをお勧めします。で、店員さんに質問してその対応。これも結構ありますので、まあ、これ何ですかぐらいの感じの質問はされる方がいいと思います。ね、まあ、お店によって違いますんでね。これもぜひ事前に確認してからね、利用してください。で、退店後のアンケートについて。退店後はですね、できるだけ早めに、記憶が鮮明なうちにアンケートに答えましょう。で、2、絶対に嘘はつかない。やる項目をね、忘れた場合は、その案件諦めましょう。私もですね、何回かありますんで、嘘をね、それがバレた時には、多分アカウントバンされちゃいますんで、確実に真実だけをね、答えるようにしましょう。で、思った通りに答えを書く。お店に気を使うこととか別にないので、あなたが感じた通りにね、書いてください。で、提出期限までに確実に提出する。基本的に4日から5日、まあたまに3日みたいなのがあるんですけども、モニター案件を応募してその場で当選か落選か分かるんですけども、提出期限がね3日から5日ぐらいだと思いますので、それ以内に利用してそれまでに提出するっていうことですね。で、レシートの社メールを送る。で、レシートの社メールは絶対に必要です。絶対送ります。で、クレジットカードの控えはですね NG ですので、それ気をつけてください。たまに私1回ねモニター案件のお店でレシートが渡されずにクレジットカードの控えだけ手渡しされたんですね。で、レシートはクレジットカードのサイン書く何ですか台みたいなのに一緒についてきて、それを私が引き抜けばよかったんですけど、店員さん私が引き抜かなかったんでそのまま持ってっちゃったんですね。で、それを後から気づいたんですよ、家帰ってからっていうのもありますんで、レシートね確実に財布を入れに入れたのを確認してからお店出るようにしましょう。で、まとめです。で、私自身ねよくモニター案件利用しておりますけども、まあ、先ほども言った通り 2,3 回ねやることを忘れたりとか、注文しなきゃいけない商品注文しなかったこともありますんで、よくね確認してから利用しましょう。で、モニター案件やる場合はもちろん利用状況をね、よく確認してから行いましょう。事前にですね、アンケートも見れますので、これでね、30% のポイントをバックされますので、まあ1万円、30% の場合は1万円使ったら3000ですけど、これが 50%、60%、70% とかになってくると、1万円使って5000円、7000円返ってくる計算になりますからね。それが何人かで飲みに行ったら、本当に完全に黒字になりますからね。で、普段読みに行く方はモニター案件だけでも1月1万マイル以上稼ぐことも十分に可能です。まあ、私みたいにねよくお酒飲みに行かれるという方は積極的にねモニター案件入れてってはいかがでしょうか。まあ、今回は、チョビリッチモニターのモニター案件を、ババッと紹介させていただきましたけども、私自身ねリクマイラー活動を始めてこのモニター案件にたどり着くまでちょっと時間がかかって、もっと早く知りたかったなっていうのもありましたし、何よりこの注意事項とかねあったら本当に知りたかったんですよね。この2、3回ほどそのモニター案件をやって結局ポイントもらえなかったのがすごい悔しかったのもあるし、こういうの注意をまとめてくれるサイトとか YouTube とかあればすごいいいなと思ったこともあったんで、まあ、今回作りました。まあ、今回の動画が役に立ったって方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それでは今回の動画は以上になります。
また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。